こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、日本で一番深い場所にある地下鉄の駅ってどこなのかな？お、急にどうしたんだ霊夢？この前大江戸線の六本木駅を利用した時に、ホームから地上に上がるまでかなり大変だったから、一番深い場所にホームがある駅ってどこなのか気になったんだよね。それじゃあ今回は、日本の地下鉄駅の中で地下深くにホームがある駅を、ランキング形式で10個紹介していくぜ。それじゃあ、最後まで、ゆっくりしていってね。10位は東京メトロ副都心線の雑司ヶ谷駅で、地下 33.8 メートルの場所にホームがあるぜ。33.8 メートルって、11階建てのマンションがすっぽりと入るぐらいの深さかな？そうだな、だいたいそのぐらいの深さだな。副都心線の雑司ヶ谷駅は2008年6月に開業した比較的新しい駅で、周辺には雑司ヶ谷霊園のほか、学習院大学、東京音楽大学のキャンパスもある。複数の大学のキャンパスがあるエリアなんだね。でも、なんで副都心線雑司ヶ谷駅のホームはこの深さに作られることになったのかな？雑司ヶ谷駅のホームがこの深さに建設された経緯は、道路が大きく関係しているぜ。地下鉄なのに道路が関係しているの？そうだぜ、雑司ヶ谷駅周辺の副都心線は都電荒川線の地下を走ってるんだけど、副都心線の構想と同時に同じルートで環状5号線の建設計画があったから、環状5号線を建設する地下空間を確保するために、副都心線はさらに深い場所に建設することになったんだ。なるほど、そういうことだったんだね。地上からホームまでの深さがマンション11階分あるってことは、階段で上り下りするとかなり大変だと思うけど、エスカレーターやエレベーターで移動できるようになってるのかな？その点は心配しなくても問題ないぜ。平成18年にバリアフリー法という法律が施行されて以降、どんな人でもスムーズに上下移動できるよう、エレベーターやエスカレーターの設置が進んで、地下鉄駅では基本的に地上からホームまで、エレベーターやエスカレーターを使って移動できるルートが最低一つは確保されている。雑司ヶ谷駅もエレベーターとエスカレーターで地上からホームまで移動できる、ルートが確保されているから心配する必要はないんだ。ああよかった。それなら車椅子やベビーカーを使ってる人も楽に移動できるね。9位は仙台市地下鉄東西線の青葉山駅で、青葉山駅のホームがあるのは地上から34メートルのところだぜ。お、仙台の地下鉄もランクインするんだね。東京以外の地域を走る地下鉄の駅がランクインするとは思わなかったよ。青葉山駅ってどんな駅なのかな？青葉山駅は八木山動物園駅と新井駅を結ぶ仙台市地下鉄東西線の途中駅で、八木山動物園駅の一つ手前にある駅だぜ。周辺には東北大学と宮城教育大学のキャンパスがあり、利用者のほとんどが大学生や大学関係者なのが特徴だ。青葉山駅のホームは一面二線の構造になっていて、一番線が仙台駅、新井駅方面に行く列車が使用し、二番線は八木山動物公園駅方面に行く列車が発着する形になっている。周りに大学のキャンパスがある駅なんだね。でも、なんで青葉山駅のホームは地下深い場所に建設されたのかな？東京と違って仙台だったら浅い場所でも建設できそうなのにね。それは、青葉山駅の立地条件が大きく影響しているぜ。え、どういうこと？青葉山駅があるのは青葉山と呼ばれる丘陵地帯の上の方で、仙台方面からは山を登らないといけない。だけど、勾配にも限度があるから限度の範囲内で建設した結果、青葉山駅のホームは地下34メートルの場所に作られたんだ。なるほど、地形の関係で地下深いところにホームを作らないといけなかったんだね。平成27年開業の比較的新しい駅であることや、周辺に大学などの施設があることもあって、地上の出口からホームまでの全てのルートで、エレベーターやエスカレーターを使って移動できるようになっている。最初からバリアフリーを意識して設計されていたんだね。それでも遅刻しそうで急いでいる時はかなり大変な思いをしそうだよね。なんで遅刻することを想定しているんだよ。遅刻しないように余裕を持って行動しないと種落としちゃうぞ。8位は都営大江戸線の中井駅で、地上から 35.1 メートルの場所にホームが設置されている駅だぜ。大本命の大江戸線の駅だね。やっぱり、大江戸線は全体的に深い場所を走ってるってイメージが強いかも。中井駅ってどんな駅なの？中井駅は新宿区にある駅で、西武新宿線との乗り換え駅になっているぜ。ただ、大江戸線のホームと西武新宿線のホームはかなり離れていて、高低差もあるから乗り換えがかなり大変な駅としても有名なんだ。ホームは一面二線の島式ホームになっていて、一番線ホームが六本木方面、二番線ホームが光が丘方面になっている。基本的にエスカレーターやエレベーターの心配は必要ないけど、二つある出口のうち山手通り方面の出口はエレベーターが設置されていないから、それだけは注意が必要だぜ。ベビーカーや車椅子で利用するときは別の出口を使った方がいいね。でも、なんで中井駅は地下 35.1 メートルという深い場所に作られたのかな？それは、中井駅のある立地が大きく関係しているぜ。中井駅は山手通りの地下にあるんだけど、山手通りの地下には首都高の中央環状線、山手トンネルがあるんだ。
だから、山手トンネルよりも深いところに路線と駅を建設する必要があったから、地下 35.1 メートルに中井駅が作られたんだぜ。なるほど、そういう理由だったんだね。すごくザ、東京って感じの理由で納得しちゃったよ。7位は東京メトロ副都心線の東新宿駅で、地上からホームまでの深さは 35.4 メートルだぜ。12階建てのマンションがすっぽり入るぐらいの深さだね。東新宿駅ってどんな駅なのかな？東新宿駅は西武新宿駅から東に 1km 離れた場所にあり、都営大江戸線との乗り換え駅になっているぜ。そして、副都心線の駅としては2面4線のホームになっていて、優等列車が追い抜きを行えるようになっている。さらに、方面別にホームがある階層が分かれているのも特徴で、渋谷、横浜方面に向かう列車が使う1、2番ホームが地下5階、和光市、森林公園方面に向かう列車が使う3、4番線ホームが地下6階という扱いだぜ。だから、地上から3、4番線ホームまでが 35.4 メートルということになる。地下鉄の同じ路線のホームが方面別に階層が分かれてるのって珍しいよね。どうしてこういう作りになったのかな？土地の関係でこういう形になったぜ。副都心線をはじめとする比較的新しい地下鉄路線は、土地買収が不要な道路下に建設することが多く、副都心線の東新宿駅も明治通りの地下に建設されている。もし、2面4線のホームを同じ階層に作ろうとすると、明治通りの道幅をオーバーしていろいろと面倒だから、別々の階層にホームを作ることになったんだ。先に大江戸線の東新宿駅があったこともあり、副都心線の東新宿駅のホームはそれよりも深い場所に作る必要があって、3、4番線ホームが地下 35.4 メートルの場所に作られることになったんだぜ。そういう理由でホームが別々の階層に作られたんだね。東新宿駅のエスカレーターとエレベーターの整備状況ってどんな感じなのかな？基本的に上り下りが必要な場所には、エレベーターとエスカレーターが設置されているぜ。ただ、B1 出口に関してはエスカレーターもエレベーターも設置されていないから、それだけ注意だぜ。B1 出口は要注意ね。6位は東京メトロ半蔵門線永田町駅で、永田町駅のホームは地上から36メートルの深さにあるぜ。永田町駅って最高裁判所や国立国会図書館の最寄り駅だよね。そうだな、議員会館も近くにあってさ、政治の中心地に近い駅だな。永田町駅は半蔵門線の他に有楽町線や南北線も乗り入れていて、銀座線と丸の内線が乗り入れる赤坂見附駅と改札内で連絡しているのも特徴だ。半蔵門線のホームは有楽町線や南北線のホームよりも深いところに建設され、結果的に地上からホームまで36メートルという深さになったぜ。地上から半蔵門線のホームまで、エレベーターやエスカレーターはしっかりと整備されているのかな？各路線への乗り換えを含めて、エレベーターやエスカレーターを使って移動できるようになっているけど、一部の出口は階段のみの場合があるからそこだけ注意が必要だぜ。階段しかない出口が一部だけあるんだね。しかも、半蔵門線だけトイレがめちゃくちゃ遠いんだ。ピンチの時は気をつけないとだね。第5位は都営大江戸線の新宿駅で、地上から 36.6 メートルの場所にホームが設置されているぜ。都営大江戸線の新宿駅でも5位なんだね。新宿駅周辺ってすごく入り組んでるから新宿ダンジョンって揶揄されるけど、JR の各路線から都営大江戸線に乗り換えようとすると結構歩くから、一番深い場所にあるんじゃないかと思ってたよ。確かに、新宿駅はかなり入り組んでて、乗り換えで結構歩くからそう感じてもおかしくないかもな。まあそれでも日本の地下鉄駅の中では5位で、都営大江戸線の新宿駅よりも深いところにホームが設置されている駅はあと4つある。そうなんだね。新宿駅のホームが深い場所に作られたのは、新宿駅に乗り入れている路線を避けてホームを作った結果なのかな？その通りだぜ。新宿駅は JR や地下鉄の他に小田急や京王も乗り入れている。そういった路線の設備と干渉しないようにホームを作った結果、都営大江戸線新宿駅のホームは地上から 36.6 メートルの場所にできたんだ。新宿駅みたいに、かなり開発が進んでいる場所に新たな地下鉄駅を作ろうとなると、やっぱり地下区画に作るしかないんだね。4位は東京メトロ南北線の後楽園駅で、地上からホームまでの深さは 37.5 メートルだぜ。後楽園駅って東京ドームの最寄り駅だよね。この前東京ドームで開催されたアイドルのライブを見に行くときに利用したよ。確かに、後楽園駅は東京ドームの最寄り駅の一つだな。南北線の他にも丸の内線も乗り入れていて、すぐ近くには都営大江戸線と都営三田線の春日駅があり、後楽園駅と春日駅は連絡改札を通して乗り換えられるようになっている。東京ドームで野球の試合があったり、コンサートがあると結構混むよね。でも、なんで南北線のホームはこんな深いところに設置されたのかな？
それは、南北線の通るルートが大きく関係しているぜ。え、どういうこと？南北線は駅を出発するとルートの関係上、目黒方面は東京ドームの地下を走り、赤羽岩淵方面は私有地のビルの地下を走る必要があるから、建物の基礎の構造物と干渉しないよう、南北線のこの区間はかなり深い場所を走ってるんだ。結果、南北線の後楽園駅のホームは深い場所に設置しないといけなかったんだぜ。南北線後楽園駅のホームが深い場所に作られたのは、そういう理由だったんだね。ちなみに、南北線を使って東京ドームに向かう場合、目黒駅側の車両に乗るのがおすすめだぜ。南北線のホームと他の階を結ぶエレベーターは、目黒駅側のかなり端の方にあって、赤羽岩淵駅側の車両に乗ってしまうと、かなりの距離ホームを歩くことになるんだ。確か、東京メトロの公式サイトにある乗り換え出口案内をチェックすると、降りた時に階段やエレベーターが近い車両の位置とか知れるんだよね。そうだな、東京メトロ公式サイトにも掲載されているし、駅の案内掲示板にも掲載されているから、チェックしておくとエレベーターやエスカレーターの位置が知れて便利だぜ。3位は東京メトロ千代田線の国会議事堂前駅で、ホームがあるのは地上から 37.9 メートルの深さの場所だぜ。駅名の通り、国会議事堂の最寄り駅だよね。その通りだぜ。ただ、参議院関連の建物は永田町駅の方が近いから、参議院の本会議を傍聴したり、参議院の議員会館で面会したりする場合は、永田町駅からアクセスするのがおすすめだぜ。今度行ってみようかしら。ところで、なんで千代田線の国会議事堂前駅のホームは、深い場所に作られたの？千代田線を建設する前に丸の内線や、首都高と新環状線がすでに地下にできてたからだぜ。そういえば、霞ヶ関のあたりを走る首都高って少しだけ地下を走る感じになってるもんね。そういったすでにある構造物と干渉しないように建設した結果、国会議事堂前駅の千代田線ホームはかなり深い場所に作られたんだ。なるほど、そうだったんだね。実は、千代田線の国会議事堂駅を利用するにあたって、気をつけてほしいことが一つあるんだ。え、なになに？国会議事堂前駅は近くのため池山王駅と改札内の連絡通路で繋がってるんだけど、千代田線のホームからため池山王駅を結ぶルートに、エレベーターが設置されていないから、車椅子やベビーカーを使ってる人はちょっと不便だぜ。エスカレーターがあるなら一般の利用者は問題ないけど、車椅子とかを使って移動している人は移動がちょっと大変そうだね。2位は、都営大江戸線の東中野駅で、地上から 38.8 メートルの場所にホームが設置されているぜ。ここまで来ると40メートル超えも視野に入ってきたね。東中野駅ってどんな駅なのかな？都営大江戸線東中野駅は、JR 中央線の東中野駅との乗り換え駅になっていて、ホームは一面二線の島式ホームになっている。東中野駅のホームが深い場所に作られたのは、首都高が大きく関わっていて、山手通りの地下にある首都高中央環状線の山手トンネルよりもさらに下に、都営大江戸線が建設されたから、結果的に、東中野駅のホームが深い場所に建設されることになったんだ。そう聞くと東京って道路の地下をかなり有効活用してるんだね。道路の地下は用地買収する必要がないからな。少しでも費用を抑えるために新しい路線ほど、道路に沿って建設されていることが多いぜ。1位は都営大江戸線の六本木駅で、地上から 42.3 メートルの深さのところにホームがあるぜ。1位はついに40メートル台突入なんだね。42.3 メートルってことは、14階建てのマンションが入ってしまうぐらいの深さの場所に、ホームがあることになるのかな？そういうことになるな。すごいわね。六本木駅ってどんな駅なのかな？六本木駅は六本木ヒルズや東京ミッドタウンの最寄り駅で、都営大江戸線の他に東京メトロ日比谷線も乗り入れてるぜ。そして、都営大江戸線のホームは一面一線のホームが2層構造になっているのが、六本木駅の一番の特徴なんだ。どうして2層構造で建設されたのかな？麻布方面の線形を考慮した結果、2層構造で建設することに決まったぜ。そして、都営大江戸線は比較的新しい地下鉄路線ということもあって、そもそも路線自体をかなり深い場所に建設しないといけないことも加わり、都営大江戸線六本木駅の一番深いところが 42.3 メートルっていうことになった。なるほど、そういう理由だったんだね。この深さを階段で上り下りをするのかなり大変だけど、階段だけで地上とホームを行き来したらどれぐらい時間かかるのかな？以前ネット記事の記者の方が、階段だけで移動したらどれくらいかかるのか検証したことがあるんだけど、その時は大江戸線の一番下のホームから 4A 出口の地上に出るまでの時間を計測した結果、7分以上かかっていたぜ。単純に階段の移動だけじゃないけど、やっぱり階段だけで移動すると結構時間かかるんだね。そうだな、でも正直ラッシュ時間帯はエレベーターやエスカレーターを使っても、同じぐらい時間がかかることもある。だから大江戸線の六本木駅を利用するときは、時間に余裕を持って行動した方がいいぜ。今回は日本の地下鉄駅の中でも深い場所にホームがある駅を10個紹介してきたけど、霊夢はどうだったかな？
やっぱり色々と理由があって深い場所にホームが作られたんだなって思ったよ。あと、ちゃんとどの駅もエレベーターやエスカレーターを使って楽に移動できるよう、工夫されているのも分かってよかったわ。そうだな、どの駅も普通の10階建てのマンションが余裕で入るぐらいの深さに、ホームが設置されているからな。エスカレーターとエレベーターは必須になってくるぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。